照れてたね。なんだ？いや、リオの声しか聞こえなかった。ん？なっちゃん、落ち着いて落ち着いて、ゆっくり食べて。ほら、お前入ってるのにもう入れないの。入れすぎ。よく噛んで。まだ口入れないよ。次まだだよ。入ってるよ。なあなあ、なくなったら少し口に入れて、少し口に入れて。挟まった？あとで食べ終わってから。そんな後になったらなんとかなる。取れる時もあるからさ。今やったら。うふん。あっけ。明日マヨちゃんみたいな。うん、マリオカートするんです。そのまま私、ヤナちゃんのように走ります。キュン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 ドクン。ナナナナ、半分でいい、半分。ナナ、全部入れないの、その大きいの。ナナ、そう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 、友達の量ね、の、お父さん、何回もマリオカートで、ね、死んじゃないの。最後ね、銃で。スキルでしょ？いや、違う。マリオカートだね。マリオカートでね、2はね、マリオカート。わかりますよ。7がね、わかりますよ。10だ。で、その10になった。その10になった。お金持ちだね。そのね、やつんだよ。あれだ、あれだ、友達もやっているといいから。はい、いいな。これ、小さい子にならなくていいから。私の友達にね、ちゃんがね、っていうふうに言わないでしょ。ちゃんがねって言うでしょ。なんとかちゃんがねって言うでしょ。なんとかくんがねって言わないでしょ。いいよ、好きなとこに置いて。どこでもいいよ。ここ。うん。もうじゃないっすね。私の友達がね、がねっていうふうに言わないでしょ。今言ったことはどうぞ。なんとかつって。なんとかなんとか。なんとかちゃんとってやつね。でもいっぱい友達いる。3人ぐらいかよ。なんでクラス全員友達でしょ。あれだけど悪いっすよ。
悪い人、うん、何悪い人って。何あのね、どっか行っちゃったね。ああ、そういう人もいるのか。テーブル重たいですね。テーブルに乗っちゃったり、うん、そういう人もいるよね。いい組、うん、いろいろなのさ。あの逆上がりできない人だよね、うん、逆上がりできない人もいれば、ずっと座ってられない子もいれば、静かにしてられない子もいれば、いろいろなの。はい、わかる。そう、静かにしていられない人は僕も全員ですよ。僕もだね。そういう人いるでしょ。みんなそれぞれなのよ。できることとできないことがあるの。では逆上がりできなくても、あなたの友達はできるかもしれない。はい、できます。唐揚げ？ブー、カツでした。カツ、うん、カツならもうカツないでしょ。うん、あるよ。いや、もうカツないよ、これ。うん、カツじゃなくて卵でしょ。うん、カツってお肉さ。なべべ美味しいよね、カツ。はは、あ、集めて。え、どうしたか、スプーンでもいいよ。また箸落ちんじゃないの？大丈夫？多分ね、定食選ぶとしたらカツ丼。美味しいよね。うん。あれ、何が変わると？どちらかというとチキンカツ丼が好きだけど。いや、私本当さ、えっちゃんのあれがいい。何？普通のカツ。チキンカツ丼欲しいよ。チキンで鶏肉唐揚げみたいなカツ丼、すごい美味しいじゃん。Mm-hmm.
毒ってさ、売ってるのかな。何の毒だよ。毒ってそもそも何だろう。確かに。薬？薬だったらいい。飲むじゃん、みんな。頭痛薬とか。アプロ薬。いや、ないそれ。飲み物。さ、3個とか決まってるじゃん、それを100個とか飲んだらさ、死ねるかもしれない。それも毒になるのかな、わかんないけど。変な話、変な話やめましょうです。でもさ、毒ってないかなと思って。そういう質問じゃなかった。毒飲んだことある？だから下に置いていいよっていつも言ってるじゃん。どうせ転がる。いや、毒飲んで死ぬよ。毒って何その性質？分かんない。食中毒みたいな。ああ。いただきます。吸ってみる？ん？めっちゃ汁食える。味噌汁？汁だけだからこのまま飲めるし。スプーンいらないよ。うん。最近毒飲んでる。だってしゃっくりが止まんなかった。それは毒のせいじゃないっしょ。うん。なんだ、ここにご飯ついた。うん。手でやって、手で。あ、落ちちゃうよ。ね、なんかキムチの味して美味しかったね。入ってないから、一切入ってないから。でもヨーグルトこぼしそうだって言えば、ちゃんとヨーグルトの顔出しな。うん、赤いの入ってないって。結局ちょっと人参じゃない、赤いのって。でもちょっと入ってないよ、本当に。人参じゃないの、スプーンだよ。うん、うん、スプーンだったら食べれるでしょ。ナナは頑張ってね。残してやるから食べられる。うん。やばいよ。もうこっちとかね。うん。今日はみんな早そうな気がするね。毒っていうイメージさ、なんかさ、ドクロでさ、なんかこういうのがあれになってさ、いいね。使えそう。イメージは。綺麗に食べたね。めっちゃ。めっちゃ。もう食べた。あら。なくしてたの。はい。レオくんきっと一番に食べ終わると思ってね。私も私も。私もないわ。あれ。あまり。さ、残り物。うん。残り物には服があるね。いただきます。なんか食べたらなんか出てくるかも。毒の正体とか。いただきます。でも一かけ未来のヨーグルトに入れてあげて。いや、いいよ。いいの？いらないの？食べづらいけど。いるの？だって3個もあるの。未来開けないヨーグルト。いいよ、食べちゃう。やだ。うん。うん、やってる間に食べ終わるのはさ、ももかなんだっけね。どっちが早いのかな。
いただきます。下からな。それね、朝ね、父に出そうかなと思って。ママ忘れちゃった、出すな。何？あのさ、どっちが早くできるのかなって言ってさ、早くしちゃう。寮の方が早いでしょ。え、うちが早くとしよう。心配しないで。でも入れたの、未来のとこに。うん、1個入れて。それかい、食べてるやつ。食べてないやつやな。きっとね、食べた落ちると思う。ビッと溶けてきてね、ビッと入ってくる。そしていちごヨーグルトになるじゃん。食べにくいけど頑張って食べてきれいに、うん、賞味期限ってなんだっけ。美味しく食べられる期限、うん、これで賞味期限何？過ぎたらちょっと美味しくなくなるかもしれないけど食べれる。何を食べた？え、こっちを探しないの、ママちゃん。挨拶だけして。できる、今行くから。挨拶してから食べて。まだ食べたい。ちょっと待って、まだ食べたい。もうちゃんかな。はい、まだ食べたい。